つまり声の低いうちは死んだサソリ、高くなると毒針のない生きたサソリ、最後は毒針付きの生きたサソリ。こんな具合に少しずつ難易度が上がるカリキュラムになっていて、効率よく技を学んでいくことができるんです。まさに短期集中の教育プログラムでしょ。確かにね。でも